トリックチャレンジ。トリックチャレンジ。さて、お次はさ、レンレンキーとイカリンド。しかも、僕ロード、私クロード、レンブレーズ。本日は、11月11日、レンレン第1作がリリースされる。つまり、レンレン記念日です。レンレンも、もう、アヒューレンだってさ。僕たち、全然同情してないから、なんとなく早く感じるね。もうちょっと、出番をねじてくれてもいいんじゃないかな。僕たち、ネーミングフリークだね。なかなか出せないんですよ。時代は、エロですな。そういえばね、エロちゃん、ネーム、イラついてたの。なに？ハッシュの味って、要すると、無限なんだよ。ああ、じゃあ、無限理が同情する年齢にとっては重要な数字だね。でも、この時に気がついたの、三日ぐらい前のことだったんだよね。もう少し早く気がついてれば、もっと何かやってたのにね。ねえ。さて、それじゃあ、今回は何やるのかな。今回は年齢5周年に合わせて公開される、年齢カフェベータボロアップデート情報。発表さず、よーく聞いてたな。それでは順番に見ていきましょう。まずは新しく追加されるカフェデイについて。今なら保温されてるやつだね。既存のキャラもバーナーゲージですが、性能が異なるので比べてみてください。トリガー面もちょっとだけ違うんだね。なんといっても特徴的なのはこのアニメーションだよね。つばさまスレリー。続いては新しい電動ユニットについて。これも前に感じてたね。こちらも既存のキャラとは性能が異なります。詳しい性能はこちらです。スレラスが微妙に違うんだね。アラフォー勢やコルト勢、パーティー好きでは異なります。アラフォー勢するにも追加されるね。これで戦略が広がるといいね。こっちもアニメーションがすでに。これら新しいカフェデイニオと戦闘ユニットはどちらも裏地の進化戦から本日サーズ。みんな回せ。内容アイテムを追加しています。少しだけだよね。ホームイルも地区で、いる、ぬか、壁がそれぞれ追加されます。ちょっと気がするな、ネットとちゃう。次はクリスマスに何なんだいいね。ナイトショップなら買えるなら、みんなだってあれをハロウィンのようにしよう。新しい料理を追加する。もしかしてそう、レイ君がさっきから腹に落ちてるんだね。これが5周年記念のケーキです。ハッピーバースデー。詳細はこんな感じです。めっちゃすんのがええやん。こちらは先ほど紹介した年齢5周年記念で本日サーズロースクと食べるんだろう。5周年を記念したロフリーボーナスを開催さず。お、なんだか、そしてゲートルなって気がしない。ロフリーボーナスの内容ですが、スリリッシュ600個と新価値のチケットをそれぞれパサージし、これらを11月中に合計5時間にロフリーボーナス時に受け取ることができます。合計でスリリッシュ607個と逆指令60の場合かける2ってことだね。ずいぶん、プロパガだね。5周年にちなんで、チケットとかが落ちないなんだね。これなら、10枚ずつ奪ってくれれば、回しやすいのにね。さすがこだわりだよね。12月になると、終わっちゃうので、早めに受け取ってね。5周年の記念者、キャンペーンをやります。お？何かな、何かな？完全に期間中は、すべてのステージを入手できる経験値が2倍、2倍、入手できる戦闘のお金が2倍、2倍、アイテムドロップ量が2倍、
こちらを開催期間は11月いっぱいまでなので、お気をつけください。平成を記録に、5周年を記念して、強いベルベルの原理がプレリリースされます。あー、なんかすごそう。ホームページでのベルベルの原理を登場ボス全員が相手になります。もう、面倒そうだね。過去参考があるのかもしれませんので、十分に注意をしてから調整をしてみてください。何を、アピールも、あれもないかな。今のところ、開催期限はないので、ゆっくりお楽しみください。プレリリースだから、いずれ消えるかもしれないよね。さて、こんなところで、今回のアップデートの情報はおしまいです。思ったより多かったんじゃない？いろいろあって、開発が遅れまくってるからね。その割には、頑張った方らしいよ。世の中、どれのみ、せいだよ。ところで、今回のアップデートで追加したものって、すべてデジタルお金で行ってるんだってさ。ベーラバルって、そういうもんだもんね。正規バルでは、もっと短いルーバルで、用途を追加さーず、って、制作者さんが言ってました。ゼロじゃいないレベルだってね。さて、それでは、お次はベーラベルカフェの今後の予定です。あ、どれどれ。ずっと前から言ってるけど、一体いつになったら実装されるん？なかなか納得いく形にならないわってさ。最初にできるのはいいね。今まで壁を高いだけで殺風景だったのね。いつものイベントってことは、次はクリスマスとかお正月とか？それまでに間に合うといいね。どう？今回の報道はこんなところです。動画の詳しい情報は、この報道後にアップデートされるレオレオカフェのお知らせをご覧ください。すぐにアップデートになるだろう。ツイッターを見てな。さて、レイ君、主回となった今回の報道はどうでしたか？初めに例にしては、なんか、いいことに勝てるそうでした。今日は仕事だね。さあ、いいデバーがするないからね。プールレールです。もう見る見るよ、出たのはしないんだから、あんまり言わないであげて。あ、そんなわけで、レールレールの6周年、これからも続いていくといいね。で言えば、もうちょっと出番を待っててね。僕らの出番はもっと欲しいしね。ゆずあまい。それじゃあ、今回はこの辺で。またね。そうしたならば、ゲームでゴールです。サボに戻ります。